2022年本屋大賞ノミネート作を一緒に見ていこう。ごきげんよう、てるです。今日も本屋文学 YouTuber です。1月20日に2022年本屋大賞ノミネート作全10作が発表されました。イエーイ。もう芥川賞の発表やら、娘が寝返りできたやら、もう連日私お祭り騒ぎでございます。うわしょい。本屋大賞は2020年12月1日から2021年11月30日の間に刊行されたオリジナル小説から書店員の投票だけで選ばれる賞です。候補作10作というのは一次投票で選ばれたものになります。今日は一体どんな作品なのか一緒に見ていきましょう。1作目は青山美智子さんの赤と青とエスキースです。2021年本屋大賞にお探し物は図書室までの著者新境地にして勝負作。メルボルンの若手画家が描いた一枚のエスキース。日本へ渡って30数年、その絵画は2人の間に奇跡を紡いでいく。二度読み必至、仕掛けに満ちた傑作連作短編。エスキースは下絵、素描を意味するフランス語だそうで、これをめぐる愛の物語。プロローグ、エピローグを抜くと4章構成で、それぞれね、1章金魚とカワセミは恋人への愛、2章東京タワーとアーツセンター、推しへの愛、あ、これ今っぽいですね、3章トマトジュースとバタフライピー、弟子への愛、師弟愛かな、で4章赤鬼と青鬼、元彼への愛、でエピローグはハテナハテナハテナへの愛となっています。お探し物の図書室までは図書室が軸になっていて、まあ、それぞれ訪れる人の群像劇分かりやすかったんですけど、これはどんな風につながって連作短編になっているのかっていうのは見どころになりそうですね。そして二度読み必至とありますから、ちょっとミステリーっぽい要素があるんじゃないかと踏んでおります。私、近年の本屋大賞ビブリオ枠があると思っています。本にまつわる小説ですね。例えば店長がバカすぎて、あるいは去年であればこの本を盗む者は、そして2位に輝いたお探し物は図書室まで、やっぱり書店員が選んでいるのでアドバンテージがあると思うんですよ。しかし今回はおそらくアートものっぽいので、これが書店員の心をどう動かすのか、しかし前回2位というね、勢いに乗っている作家さんなので、注目していきたいところでありますね。2冊目は知念美希人さんのガラスの塔の殺人、500ページ一気読み、知念美希人の新たな代表作誕生。雪深き森で燦然と輝くガラスの塔、地上11階地下1階、唯一無二の美しく巨大な戦闘だ。ミステリーを愛する大富豪の呼びかけで、刑事、霊能力者、小説家、料理人など一癖も二癖もあるゲストたちが招かれた。この館で次々と惨劇が起こる。館の主人が毒殺され、ダイニングでは火事が起き血濡れの遺体が、さらに血文字で記された13年前の事件、謎を追うのは名探偵青井月夜と医師一条悠馬、散りばめられた伏線、読者への挑戦状、圧倒的リーダビリティ、そして驚愕のラスト、著者初の本格ミステリー長編大本命。この煽り文、映画の予告編並みですよね。おかえりなさい知念さん、4度目のノミネートです。7回連続女性作家が受賞しているので、男性作家、特にミステリージャンルって不利なイメージがあるんですけれど、もうね、いい加減取らせてあげたよっていう書店員さんもいると思うんですよ。知念さん筆が早いので、真夜中のマリオネットも今話題になっていますけれども、こちらは12月発刊なので対象外。ガラスの塔の方はミステリーを愛する全ての人へと書いてあり、もう帯を見る限り本格ミステリー愛がぎっしり詰まっている、もうミステリー好きにはたまらない要素がてんこ盛りのようです。開くとすぐに出た見取り図。私は空間認識力がポンコツなので、見取り図出てくるとうってなってしまうんですけれども、特に最近ミステリー色弱めの私が読んでも面白いのかどうか、これはね、きっと見てくださってる人の中にも気になっている方いらっしゃると思いますので、ワクワクしながら読んでいきたいと思います。500ページ以上ありますから、いずれにせよ濃密な読書体験になりそうです。3冊目は米沢ほのぶさんの黒牢城です。お主ならばこの極事を解ける。本能寺の変より4年前、天正6年の冬、織田信長に反旗を翻して有岡城に立てこもった荒木村重は城内で起きる難事件に翻弄される。動揺する人心を落ち着かせるため、村重は土郎の囚人にして織田方の軍師黒田官兵衛に謎を解くよう求めた。事件の裏には何が潜むのか。戦と推理の果てに村重は、官兵衛は、
何を企む。デビュー20周年の到達点、漫画「王とサーカス」の著者が挑む戦国×ミステリーの新王道。直木賞受賞おめでとうございます。ちょっと今回直木賞の方は読むことができずだったのですが、ゆるっと予想は当てました。最近本屋さんに何軒か行きまして、それこそ本屋大賞の発表があった時にバババって買ってきたんだけど、もう黒老女一番目立つところにどこの本屋でも置いてありましたね。私時代小説は自ら触手が動くってことなかなかないんですけれども、でも読むと面白いんだよねっていうのをこの前本ことの生放送で話しましたね。だからこそ直木賞や本屋大賞っていうものが後押ししてくれるってとこありますよね。史上初4大ミステリーランキング完全制覇、戦国ミステリー、どんなものなのか体験してみたいと思います。4冊目は小田正邦さんの残月記です。近未来の日本、悪名高き独裁政治家、世を震撼させている感染症、激高に侵された男の宿命と、その傍らでひっそりと生きる女との一途な愛を描き切った表題作ほか2作収録。月をモチーフに著者の底知れぬ想像力が構築した異世界、足を踏み入れたら最後、イメージの渦に飲み込まれもう現実には戻れない、最も震撼が待たれた作家、飛躍の一作。これノミネート予想した人います？私ノーマークだったんですよね。でも読み態度が10作の中でもかなり高い。確か流浪の月も最初はね、あ、入ると思わなかったっていうところから受賞までたどり着いていますので、大穴。中編が3編収録されていまして、最も新刊が待たされたってね、ある通り、著者9年ぶりの新作です。ファンタジー小説家ですが、独裁政治家ディストピア小説ということで、かなりダークみたいですね。なんか物語の舞台がマーガレット・アトウッドの次女の物語と似てるのかななんて思って、あれはキリスト教原理主義の独裁政治家ディストピア小説なので、読むの精神力いるかな。でも愛がテーマのようなので、そこにかけましょう。5作目は市穂美智さんのスモールワールズです。第165回直木賞候補。夫婦円満を装う主婦と家庭に恵まれない少年、秘密を抱えて出戻ってきた姉と再び暮らす高校生の弟、初孫の誕生に喜ぶ祖母と娘家族、人知れず手紙を交わし続ける男と女、向き合うことができなかった父と子、大切なことを言えないまま別れてしまった先輩と後輩、誰かの悲しみに寄り添いながら愛おしい喜怒哀楽を描き尽くす連作集。これは皆さん候補に入ると予測していましたよね。ままならない現実を抱える人たちの6つの物語ということで、テーマ的にも本屋大賞と相性が良さそう。私市穂さん初読みなのですが、 BL ものを書かれるということで、これね、なぎらゆうさんが元 BL 作家で一般文芸に行って本屋大賞受賞してっていう道が開かれてると思うんですよね。 BL 作家さんって愛の障壁を描いて女性の心をつかむのが本当に上手だと思います。6作目は浅井亮さんの性欲です。あってはならない感情なんてこの世にない、それはつまりいてはいけない人間なんてこの世にいないということだ。息子が不登校になった検事ひろき、初めての恋に気づいた女子大生八重子、一つの秘密を抱える契約社員夏希、ある人物の自己死をきっかけにそれぞれの人生が重なり合う。しかしそのつながりは多様性を尊重する時代にとってひどく不都合なものだった。自分が想像できる多様性だけ来賛して秩序整えた気になって、そりゃ気持ちいいよな。これは共感を呼ぶ傑作か、目を背けたくなる問題作か。作家生活10周年記念作品黒板、あなたの想像力の外側を行く気迫の書き下ろし長編。候補作の中で唯一読了しているので、これについては語れます。でも一つだけ長くなってしまうので、他の動画で割とね詳しく喋ってますから、そちらをご覧ください。多様性って過去の受賞作でもテーマとしては扱われていると思います。例えばそしてバトンを渡されたの主人公の優子ちゃんであれば、何回も親名字が変わっているという一般的ではない境遇だけれども、こう幸せよっていう価値観。流浪の月であれば一見ね、ロリコンの加害者と被害者の何とも言い難い関係性での美しく描いているわけです。でもこれはもう真正面から突っ込んで、本当の多様性っていうのはなーって、もう美しくない部分まで全部見せます。多様性という言葉に安住して思考することをやめてしまった人たち、現代を切りまくる。
正直受賞はしないと思うんですけれども、2021年の文芸は性欲抜きには語れないでしょっていうぐらい押さえておきたい作品です。7作目は逢坂冬馬さんの同志少女よ敵を撃て。独ソ戦が激化する1942年、モスクワ近郊の農村に暮らす少女セラフィマの日常は突如として奪われた。吸収したドイツ軍によって母親のエカチェリーナほか村人たちが惨殺されたのだ。自らも射殺される寸前、セラフィマは赤軍の女性兵士イリーナに救われる。戦いたいか死にたいか、そう問われた彼女はイリーナが教官を務める訓練学校で一流の狙撃兵になることを決意する。母を撃ったドイツ人狙撃手と母の遺体を焼き払ったイリーナに復讐するために、同じ境遇で家族を失い戦うことを選んだ女性狙撃兵たちと共に訓練を重ねたセラフィマは、やがて独ソ戦の決定的な転換点となるスターリングラードの前線へと向かう。おびただしい死の果てに彼女が目にした真の敵とは。惜しくも直木賞受賞は逃しましたが、本屋大賞にやってきたよ。これツイッターで私が紹介していたから、あの本屋さんで見たんだけれども、分厚くて横文字が多くて、これでどうやったら読破できるんでしょうねってリプが来ていました。確かにね、こう最初に地図と登場人物一覧があって洋書っぽいんですよね。熱源を思い出すわ。あ、途中にも地図が出てくるってことは分かりやすくなってんのかな。割と会話も多そうですよ。なんかブックチューバーのまさきくんが読了しているんですけれども、こうアガサクリスティ賞も受賞していて、の割にはねミステリ要素はそんなに多くないらしい。とにかくリアルな描写があって、こうシスターフットの要素もあるなんてお話でした。ためらっている人のためにもね、私が実際に読んでみてどうだったのかっていうのもお届けしたいと思っております。8冊目は町田園子さんの星を救うです。町田園子、2021年本屋大賞受賞後第1作目はすれ違う母と娘の物語。小学1年の時の夏休み、母と2人で旅をした。その後私は母に捨てられた。ラジオ番組の賞金欲しさにある夏の思い出を投稿した千鶴。それを聞いて連絡してきたのは自分を捨てた母の娘だと名乗るエマだった。この後母聖子と再会し同居することになった千鶴だが、記憶と全く違う母の姿を見ることになって、去年の受賞作52Hz のクジラたちから連続でノミネートです。概要を読んだだけでもこの幼少期からの不幸な感じ、町田さんの描き方っぽいなっていうふうに思いました。やっぱり胸が苦しくなる、読むのが辛くなるっていうのは覚悟した方がどうやら良さそうです。でもそれがね、こう未来に向かってどんな風に紡がれていくのかっていうのは見届けたいですよね。流浪の月で凪良ゆうさんが受賞された次の年に受賞後第1作の滅びの前のシャングリラが連続ノミネートされました。作品はもちろんのこと、余韻といいますか、書店員さんの作家さんに対する熱量が高いということも分かりますよね。果たして連続受賞なるか。9作目は西加奈子さんの夜が明ける。15歳の時、高校で俺は身長191センチの秋と出会った。普通の家庭で育った俺と母親にネグレクトされていた吃音の秋は、共有できることなんて何一つないのに互いにかけがえのない存在になっていった。大学卒業後、俺はテレビ制作会社に就職し、秋は劇団に所属する。しかし、焦がれて飛び込んだ世界は理不尽に満ちていて、俺たちは少しずつ心も体も壊していった。思春期から33歳になるまでの二人の友情と成長を描きながら、人間の悲しさや弱さ、そして生きていくことの奇跡を描く。本書は著者が初めて日本の若者の生きていく上でのしんどさに真正面から取り組んだ作品。これもなかなかディープそうですよね。あの西さんの作品はサラバを読んでおりまして、これが本当に好きだから、なんか次の作品を読みたくないような、読みたいような、なんかこの気持ちわかる人います？サラバの主人公はご神木って呼ばれているエキセントリックな姉を持っていて、エジプトに行った時にはヨコブという少年と友達になるんですよね。こういったタイプの違った人との関わりを描くのを大切にしてるなって思っておりまして、でさらに訳ありで一風変わった人をこう生き生き描くイメージを持っています。だから俺が191センチで喫音症の秋と、まあ、どう関わっていくのかっていうのは面白そうだと思いますし、まあ、魂のね、こうそこからの叫びっていうのが見えてくるんじゃないかと思っております。若者の生きづらさに目を向けたと言ってますけれども、こうさらばと一緒で
こう思春期からこう30代まで書くところっていうのもね、あの読者層を広げてると思いますよね。10作目は朝倉明成さんの6人の嘘つきな大学生です。犯人が死んだ時、全ての動機が明かされる新世代の青春ミステリー。成長著しい IT 企業スピラリンクスが初めて行う新卒採用。最終選考に残った6人の就活生に与えられた課題は、1ヶ月後までにチームを作り上げディスカッションをするというものだった。全員で内定を得るため、肌野翔吾は5人の学生と交流を深めていくが、本番直前に課題の変更が通達される。それは6人の中から1人の内定者を決めること。仲間だったはずの6人は1つの席を奪い合うライバルになった。内定をかけた議論が進む中、6通の封筒が発見される。個人名が書かれた封筒を開けると、〇〇は人殺しだという告発文が入っていた。彼ら6人の嘘と罪とは、そして犯人の目的とは。心理戦大好きなんですよ。これ面白そう。議論を進めていく系のミステリーでいくと、12人の死にたい子供たちを思い出しましたけどね。これね、私経験あるんですよ。小学生の時に合奏の伴奏を誰がやるかっていうのを、その候補者に議論で担任が決めさせたんですね。濃すぎません？それ結構トラウマなんですよ。たかが就活されど就活なんですよね。もう真っ最中の人たちにとっては、それは命がけのイストリゲームなわけでして、他を出し抜くために自分の中の小賢しい部分を露出させる部分もあるだろうし、信頼関係皆無な中で何が起こるかわからない。ここにいる6人全員とんでもないクズだった。私クズが出てくるお話大好きなので、かける6でしょ、たまんないですね。ということで、2022年本屋大賞ノミネート作全10冊ざっと一緒に見ていきました。なんか今回はエンタメ、特にミステリー系多いですよね。男女比もいい感じ。すごい細かいことなんですけど、賞のノミネート作とか発表される時って、作家のあいうえお順が多いと思うんですけれども、本屋大賞って作品名のあいうあおいあいうあいうえお順だなと思いました。皆さんはどの作品が一番気になりますか？よかったらコメントで教えてください。私は一つには決めきれないんですが、男子少女敵を撃てと、夜が明けると、6人の嘘つきな大学生は特に楽しみにしています。受賞発表は4月とまだ期間がありますので、このタイミングで本屋大賞の候補作一冊読んでみるのもいいんじゃないかななんて思っております。私は全部一応ね、今のところ読む気でおりますので、はい、応援してください。あ、これ買った本屋さんね、右半分と左半分が全く同じ形してたんです。本屋大賞。最後までのご視聴ありがとうございます。この動画が面白いな、参考になったなと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それではごきげんよう。お、マウスピース矯正をしている関係でしばらく滑舌が悪いと思います。すまぬ。